みんなは大学に入ってから2年の後期に二宮先生に、二重責任みたいなのを習って責任の種類が1個増えたわけだよね。で、今日またもう1個責任の種類が増えます。その名前は再責任。どんなやつかというと、曲線のパラメーター表示っていうのは、こんなやつ。なんか C っていう曲線を表すのに、こういう風に表すわけ。時間とともにバグがだんだん変化していくんだけど、これはベクトルだから線分表示になってて、XCYT みたいになってて、でこれで C が具体的に与えられてる。例えば今の場合、A としてこんなのを考えてみましょう。これは原子力がいい人だと、思い出すところで1回目にやったベクトル値関数のですね、ベクトル値関数名前の解読方法がありましてね、ベクトル値って言われた時には出てくる値が2個以上だから関数だから、この移動してる t っていうやつは1個。で、これはどんなものかっていうと、 t を時間みたいに思うと、こんな問題去年やったんですよ。 t が変わると、 t が0だったら原点にいて、 t が1だったら11にいて、 t が2だったら42にいて、あ、こんな感じの曲線ジャンプかってやったやつね。時刻 t の場所がこれで与えられたら、それを繋いでいくとこういう風に移動していくんです。 t がマイナスまで入れると、こういうのを直線のパラメーター表示、今の場合はもう直線のパラメーター表示になるわけです。それで、ここで復習ですが、復習でどこでやったことかっていうと、物理数学1でやった。で、教科書でいうと、あれ、小林先生の教科書の55ページに載っていますけれども、VT っていうようなものが考えられる。物理数学でいう VT みたいなものが考えられる。これは何かっていうと、これを T で1回微分したやつ。これは TD だから R の1ベクトルだと思うと、それに対して外のベクトル、っていうものが考えられた。それはどういうふうに定義されたかというと、その接線ベクトルみたいなもので、ここに RT っていうのがあって、そこからちょっとずれたこの時刻の RT たすデルタ T を考えて、でこれとこれを結ぶ矢印を考えて、でもこれは線かぴったり重なってないから、デルタ T をだんだんちっちゃくするとこれに接するようになる。そうやって作ったやつが、まあ、定義で書くと、まあ、物理数学で言ったらこれは速度ベクトルだ。でも物体の動きじゃなくても、何か曲線があったときに必ずこういう R プライムみたいなベクトルは考えられる。これはだから上の基準がどういうものになるかっていうのがR プライム
アウトタイムというボトルはいつでもここにこう接してて、で速度ベクトルだから早く動いているところではこう長くなる、ね、なんかこんなの去年の口テストでありましたよね。こういうのが R プライム T。という意味で、今まではこれは速度ベクトルだと思っていたのですが、これのことを接線ベクトルというふうにしましょう。今の場合だったら、あの例だったら、これはどうなるかというと、R を微分したものだから、ベクトルを微分するときには、正常ごとに微分すればいいので、X 正度というのが Y 正度というものだから、ET、ET とか、そういうノリになるわけですね。これを使って、僕は今、黄色でやるんですよ。ではここで一発例題、ここでできるか例題、T イコール E における接線の方程式は方程式になるかもね、アップできるのか、接線はどういう式になるかっていうことを考えてみましょう。実はここで僕はちょっと自信を失ったんですけども、これどこからやってるかな。接線の方程式、普通さ、y と fx の接線の方程式とかって、まあ、高校とかでもよくある問題じゃん。だけどさ、今さ、パラメーター表示してどうかやるのか、ここで始めてやるということで、この式はどうなるか、つまり今書こうと思ってるのは何かっていうと、これホームチェーンだからさ、別に今までと同じにできるかどうかもしれないけど、パラメーター表示されたやつっていうのは他にもあるわけだから、こういう式を、こういうのの式を出したいわけね。T イコール2のときは 4T だから、まあ、この辺に4、はい、4T だからこの辺に4、ここを通る接線です、ね、そうすると、まあ、いい加減に考えると、接線の方程式は RT イコール直線だから、なんかあるベクトルかける T とかってやると、でこの T がいろいろ変わっていいとすると、このベクトルの線上を表すんです。だからまあこんな感じかなと思うんですけど、この、斜線丸のベクトルあたりがシューパー、その黄色い接線ベクトルがあるみたいな、接線ベクトルの方向にこう伸びたり逆方向に行ったりするのがこの接線の方程式だから、ここは R プライム2となります。 R プライム2っていうのは、プライムからこう自分の線で低さをちょっと認識したわけですが、この点、これちなみにね、指示棒じゃなくて、本当はこうやって使うものですけど、この点ですね、この点のこの黄色い矢印がこれ。で、これでおしまいかなと思うんだけど、これだと原点を通っちゃうとおかしいから、そうだよね、t が0だったらこれ原点だからおかしいので、そうではないはずで、だからこれプラス、なんかある決まったベクトルを足す。今までの今年だったらなんか定数項みたいなやつ、接線みたいなやつを足さなきゃいけないんだけど、それは今の場合実はどうなるかというと、これはこうしたらいい。R2 っていうのは、R2 っていうベクトルはこれで言うと、
ば、まず R2 が基本にあるんですよ。内義語の R2 がいる。そこに R' に比例するベクトルを足す。R プライムにはこのやり方ですから、だからこれがすごく大きいとかだから、破壊線上が表される。で、T と2にしてたら T が0という情報で動かすようになってるから。だから、これが、接線の方です。これをだからみんなちょっとメモリーに入れてもいいと思います。パラメータ表示された表示センターで与えられるときに、それの接線。ちなみにこれを見てみんなは高校の時に何か公式を思い出してたので、これっていうのは、いわば y イコール f プライム x0 っていう、みんな a って書くと思います。a かける x 引く a 足す fa っていうのが接線の方程式なんで、普通のグラフの時はね。それがパラメーター表示になったで、
からね。いいから別のパラメーターを S に変数変換すると見やすくなるね。いいから長さパラメーター S に変換。長さパラメーターとは何か、それはすぐ分かり、あそこの曲線だったらこういう曲線じゃん。でね、今までやってた P っていうやつはここで見てわかるんだけど、要するに Y 座標と同じなわけだから P に沿って、等間隔で区切ると、こういうふうに区切られるわけね。T がいくつの場所って言われたときは、こういうふうに場所が決まってて、T がちょっと違うけど、1マイナス、1マイナス、2マイナス、3かなってわけですけども、これは決して曲線上で見て等間隔にはなってないわけです。そうだよね、Y 軸方向にこう切っておくわけです。で、曲線上で等間隔なメモリも自体に T が使われている。に対して、これに対して、こういうメモリ、この辺はそんな変わらないけど、この辺から増えてくるよね。線上の長さで等間隔、その2つは違うんですよね。こっちは、これが S の区切り、こういう S 違うんですよね。いいですよね、これどんどんこうなっていくわけだからさ、こっち方向に1進んで、すごいガーンと進むじゃん。だから T が1進むと長さが1進むわけじゃないか。この曲線上に沿った長さで位置するようなパラメーターっていうのがあるんで、それはどう定義されるかというと、 S はこういうふうに考えたら、 A から始まって T までの RT、 ここが T だと、 A から始まってある場所までの長さがこうなるんです。まあ、この式ともほとんど同じなんで、 T までの長さって言ったから積分の乗算が T になる。でここでちょっと注意すべきポイントがあって、ここでちょっと少し甘くなるよね。ここで DS を考える。 ST から S への変数変換だからさ、この T の積分を S の積分で書き換えてやろうと思う。そうするとどうなるかっていうと DS とか考えてやるんですよ。そうするとこれを積分変換のやり方を説明してもらうと、これを T で記述する必要があるんだけど、微積分学の基本定理からこの T が中に入ったのが出てくるから、これはこうなるのに、この積分変数のところがこれに置き換わるっていう。結局ここに出てきたこの塊っていうのがさっきからここにあったやつなわけよ。だからこれはこういうふうに書いてる。この C っていうのは曲線の名前ですが、で GS のと書いて終わるんです。こういう長さに関するパラメーターを曲線上で積分したから、それ曲線の長さ。だからこの T と S の関係は何かっていう と、この辺が T だとするじゃん。そうすると T に対応する S っていうのは、今回視点が A って決まるから A からの長さが S、 こういう関係で積み上げる数が T。それを使うともうこれで一発かけておしまいです。
こんな速くしていいのかな。そう思ってなんかスピード落とすと大体最後に死ぬとなるからペースを守ってで、ここで主なテーマの成績です。まあ、あの放物線の長さが分かったとしました。で、僕はただ放物線で言ってたんですが、あの放物線は何を表しているかは、まあ、いろいろあり得るわけで、例えばネックレスだったりするかもしれないし、コースだったりするかもしれないし、コンピューターやケーブルだったりするかもしれないわけで、でそういうやつっていうのは大体あのホームセンターに行くと測り売りしてるわけですね。1メートルあたりいくらとか で、それ何メートルだったらその何倍のお金とかをもらえるわけですよ。でそういう計算をするのが、まあ、この成績値なんですが、これは教科書の 3.3 の。でもなんかお金だと物理っぽくないので質量でやることにしましょう。さっきなんかこういうケーブルがあって、長さのケーブル、まあ、L メートルのケーブルがあったとして、でこの L っていうのは上の式で求めたわけです。で、1メートルあたりの質量が、これはギリシャ文字でロアルファベットの R に対応するものです。そのことってあってるんですよ、ね、ケーブルがあって1メートルあたりは何キログラムで2メートルの2倍なんで、あ、そんなにリアクションしてくれたら嬉しいですね、はい、そうなんです。で、そうするとじゃあ L メートルのケーブルだったらいくらかっていうと、あ、いくらかじゃなくて何キログラムになるかっていうと、長さ L のケーブルだったらこれは RL 全体の質量は全体の質量を M はローLとなるわけです。まあね、ちょっと後の都合上これをわざわざ自分で書いてることにします。ですかね、もうさっき出てきたのに対してあったんですけども、曲線の長さ、曲線の長さかける線密度ね、あのね、線密度ってことにしたんですけど、このローっていうやつで、ケーブル全体の質量は、今ちょっと口走ってしまいましたが、ローのことを線密度です。線密度の単位はキログラムパーメートル。みんなが中学校で習った密度っていうのは立方センチメートルあたり何グラムかっていうのが密度だったわけです。水だったら1グラム。1グラムパー立方センチメートルなんですが、今の場合は体積じゃなくてケーブルだから長さで売ってるわけです。長さで売ってるから1メートルあたり何キログラムみたいなやつのことを、一方向に伸びてる線だから線密度、線密度の単位はキログラムパー。これはいい。で、次に問題になるのは、今僕はなんか結構高級品のケーブルを買ったので、どこでもこう太さが一定だったんですけれども、なんか安いのを仕入れようと思うと、作りが粗かったりするわけですよ。で、こう場所によってケーブルの太さが違ったりするとか、例えば、こんなケーブルだったとしてみましょう。うまくケーブル。大げさに書きますね。あるところでは細くし、あるところでは細い。こうなったときには、1メートルあたりの質量って1辺じゃないよ。この辺の1メートルを取ったらさ、
軽いんだけど、この辺で 1m 乗ったら重いじゃん。この辺で 1m 乗ったらすごい軽いんだ。そういうふうに量が変化してるんだ。だからそういう時は、この時に、この時は、これは今ハッピーの場合で、こういう大変な時はどうするかというと、つまり、ローが、ロー T みたいになっちゃう。この T っていうのは、ここに読みましたけど、もう今与えられたケーブルの上についてるメモリの後に黄色いメモリが T だったじゃん。だからこの辺りはこのくらいの太さで 1m 上がりで 10g とかっていうのが T によって変わるわけです。そうなったとしたら全体の質量をどうやって求めたらいいかっていうことが気になるっていう、ちょっと無理やり話を作ってますけど、本当は気になっているわけですよ。で、そうするとこの式じゃいかんということが分かるんでしょ。なんでかっていうと T に乗ってるんだから、ロー T×L とかってやったら T に最後答えが寄っちゃうわけで、そんなはずないわけで、ボケる人も与えられたら何キログラムってパッと答えが出るんですよ。だからそれはおかしくって、この時はどういう式になるかというと M イコール、これに相当する相当する式はなくて、C をこう積分しなきゃいけない。こういう積分線って多分通じてると思うんですけど、これ僕の積分記号ですね。マルチですけど、それで、これは T を使って書き直すとロー T の DS の意味を思い出すとこうだから、こういう風にやっても求める。これだったら場所ごとになってる。リーマン積分の定義だから
極限に持って負荷を切る細かさを細かくしていくと最後は積分になるからこういうのが求められる。何か変わっちゃうときは大体手口はこう細かく分けてて、ここの中では変わらないことにしようとかって思いまして、でそれを足していけばいいですよね。でそれを細かくすると結局積分になるから大体そうです。なんでというわけで、みんなはこういうテーブルの長さも求められるようになります。長さや重さも求められるようになります。じゃあレーダーをやってみましょう。そこは知りたい。あまりやらないんですけど、教科書の例題をたまにやってみてください。教科書の 3.3 っていう例題ですが、あ、ごめん、3.7 という例題ですが、これはどんな問題かというと、曲線が RT イコール T に 2T 足す1の、こういう部分で、線密度がこれで与えられてます。その時に質量はっていう問題ですね。ちょっとあの意味を考えてみると、これは曲線のパラメーター表示になっているわけで、 t に t 足す1っていうことは t に0を入れると01、T に1を入れると13、こんな感じか。 T に2を入れると25、まあ、ちょっとわざとらしくやりましたけど、ここのこの直線ですね、こういうのがこれが今与えられた直線 T ですね。だからまっすぐなケーブルがここに置かれる。そういう意味では綺麗なケーブルだったんですが、密度は場所に違っていて、密度は t2 乗足す1、つまり t が大きくなるほど重くなっている。だから気分としてはこっちの方が、まあ、これ気分なんですけれども、これはこっちに向けてこう太くなっているようなケーブルになっている感じとしては、これが密度だから t が0の時は密度1なんだけど、 t が2のところに行った時は密度5でしょ。だからこっちに出てくるで、これの質量を求めなさいっていう問題ですね。それはすごい覚えてるんですよね。それはあのまあそうだな、この式で覚えてるっていうことでしょうかね。でも僕なんかはその意味を考えると、この式に当然この式だよなとかって自分で思いつけるんですけど、多分この授業終わった時にはそういうレベルになってもらわないといけないですね。質量を求めるにはどんな式かなって考えると、これが自然にあの考えるというレベルなんですね。今日のところは覚えてて使っていいんですけども、これは質量 M イコール、0から2までだから、そうで、ロー T は T に乗達する1だと思うんですね。それから次にここに R プラス T の絶対値が出てくるわけですけども、これはこれを微分したやつの2乗足す、これを微分したやつの2乗だから、1の2乗足す2の2乗、まずこれを微分すると1、2となる。で、1、2の絶対値はこうでしょ。だからこうなので、こうやって一致してる、まあ、なんか一致してるっぽいです。で、これは、分数後の3分の 1t3 乗足す t で、今度は角度で、この答えは3分の 14 ということです。これは別に普通の、全く普通の積分。こうやったら。という感じで、線積分というのは何かっていうと、
急にそうやねんけど。一般に成績分っていうのは何かっていうと、さっきちょっとそっちに行って喋ったわけですが、喋ったわけですが、こうなんか一般に、こう曲がった線の上での自分のことを。どういうことかというと、曲線上のスカラー関数を12万6000円のパターンだと思うんですけど、ちょっとこれは面接の
あ、僕の部屋でもこの紙配ってますね。それからこの前からこんななんかあのベクトルバーの図をいろいろお見せしているわけですけれども、これを僕がその鉛筆で描いたわけではなくて、今度は専用のソフトがあるんです。それはガセマツカって言われているソフト、それも30万とかするんですけど、それはちょっと置いて、これ実習室に実は置いてあるので、みんなも使うことができる。置いてあるウィンドウでは2つに入っているので、みんなも使うことができる。で、みんなが見たことのない命令を使うんですが、見るとなんかすぐ分かると思います。例えば、ベクトルバーとして YX っていうベクトルバーを書きたかったら、なんかここに YX と書けばいいと思いますので、これを真似てやってもらえると、すぐに見るようになるので、その他このソフト何でもできます。例えば、ハンディエット X の積分を求めなさいとかってやるというので、宿題が出た時にも、よく僕もこれで検査をするんですけどね。はい、すいません、これは基本的な、それではさらに取材に入っていきますけれども、あと今ちょうど真ん中ぐらいですね。次はで、この時期はベクトル解析なんだけど、ここまではベクトルがあんまり出てこなかったというか、ベクトルが先週先々週やったベクトルがあんまり出てこなかったわけですが、ここで線積分とベクトルがの関係というものがあI'm
バレルプールってあるんですかね。バレルプールはそう思う。韓国にはね、豊島園とかにあるんですよ。じゃあ他にもいろいろあるんですが、あの今からやるベクトルバト潜水器具っていうやつは、なんかその流れるプールでダイエットをするときにどのくらいカロリーを増やすかみたいな話なんですけどね。うまいかな。あそこの黄色いのがさ、ベクトルが V でさ、それなんか1回目に行ったみたいに海流とか空気の流れみたいなものが、それがだからこう、どっかにありますか。で、その中を人が歩いてる。で、その時にさ、大変な歩き方とそうでもない歩き方があるし、だから流れに沿って歩いちゃったのが全然だからさ、流れに反して歩いたら大変だしさ、真横に歩いたら多分大変じゃないっていうか、まあ、ちょうど中間なんですね。で、一般になんかこう曲がりくねって歩いた時にその人がどのくらいカロリー燃やすかみたいなのを今からやるってことが計算できる。でそして一日とさ、その流れるけれども流れが止まったりっていうのもあるじゃん。だからその2つから計算する方法があるんですけれども、あ、他に流れるというのを場所指定してたら教えてください。あの、こっち来てからまだ行けないんで、それはどうやって計算されるかというと、まあ、こういう量ですね。この V っていうベクトル波と少し最初ごまかしてかけますと、この単位接線ベクトルP の内積を考えて、それを積分したものっていうのが、そういう感じの量。これを考えたい。これさ、ここの部分はベクトルの内積ですが、なってるから、確かにあそこの一因なわけです。スカラー関数を曲線上で積分したものになってる。だから、こういうのは、まあ、線積分。その中の関数として特にこういうのを選んだ。なんでこんな量をやりたいか、どう考えてみましょう。あ、ちょっと色を伝えるために関数なんですね。この線っていうのが人が歩いた道筋だとするじゃん。でその時に、ね、例えばこの辺だったら単位接ベクトルってこういうみんな長さは一定だからこういうベクトルなわけね。でね、これが水の流れだとするとこの辺では水に逆らって歩いた、この辺は水に乗せられて歩いた、それを区別したら、で結局こう歩くのがどのくらい大変かっていうのを考えると、それは水が真正面から来てたら一番大変だし、水の速さが速かったら大変なわけで、それを表すのは何かっていうと、この点での水の V、 この V とこの B の内積を考えると、大体それになる。 V×P っていうのは水に逆らって歩く大変さ、逆らう大変さを表す。大変さ、かけるマイナス1、正確に言うと。なんでか。あそこみたいにこう歩いてるときに、こういう水の流れが来てたら、内積はこの角度θのコサインにかけるわけだから、この、V×P× コサイン θなわけで、でも P は範囲だから、これは結局 V の長さ×コサイン θとなるわけだから、V が大きいほど大変さも大きい。まず水が速く流れてるこの速度では速い。それからコサインシータは何か、コサインシータはちょうどこれが同じ向きだったら1で、反対向きだったらマイナス1だ。向きが逆、向きが揃ってるほど1に近くて、向きが正反対だったらマイナス1だ。向きが揃ってたら楽で、向きが逆だったら一番大変ですよ。だから
一番前の時にこれはマイナスの方に落ちて、ラムダ時はプラスの方に。だからここにマイナス1がある。ですかね、同じ大きさだったらこういう時が大変で、大変的には大変の時はコサイン θ がマイナス1なの。ラムダ時っていうのはこういう時、この時はコサイン θ が1なの。だからこの量っていうのは楽な時はプラスになって、大変な時はマイナスになるような量だから、だから大変さっていうとマイナス1倍しかないといけないですね。真横だったら流れは横に行ってるから、別に楽でも大変でもない。結局もう僕がこう歩くときにさ、水の流れがさ、まあ、一番こうしてたら一番大変なわけよ。だけどこう横行ってたら、この横方向じゃなくて名前関係なくて、要するにこっちにどれだけ来てるかですね。そうするとこれのコサインがこっち方向になる。だからコサイン、そういうのに内積を使うんだっていうことが僕は去年伝えなかったんですけど、あ、なんか読めない字がある目が指名をする人がいるみたいな。で去年の今頃やったので言うと、流れのベクトルの自分の進む向き方向の成分を考えるとA ベクトルの B 向き成分とか B ベクトルの A 向き成分とか、そんな僕に騙されたりしましたよね、去年の今頃。それと同じで、これは水の流れの進行方向性っていうのが、その大変さかける場合です。で、これをちょっと変形してみると、ちょっとこれ真剣に変形してみると、さっき言ったように S だと意味はよくわかるけど計算できないので、T に直してやると、VRT と、T はあそこで出てきたように、なるから、で ds は r プライム tdt だから、ここがですかね、ここが v で、ここが t の塊、だからここが t っていうか太文字 t、 ここが ds。 そうすると約分できてしまって、約分できてしまって A から B までのこれがこう、約分できてしまうわけでこうなるわけです。だからこれは僕は去年と最後を二面させて、なんかこのプライムという記号を使うようになったんですね。去年はこれを DRDT になっていた。時によってはそっちの方が便利なので、今ちょっとまたプライムを変えて DRDT と書くことにすると、いいですね、微分はプライムで書いても DRDT。 そうするとなんか変数変換の式みたいなのがあって、この DT を微分してもいいって言うんですけど、というわけで、これはこういうふうにも書かれます。結局、V、内積、なんかいろいろ計算で残ったのはこれだけだから、こういう記号が使われます。多分初めて見たと思うんですね。積分っぽいんだけど、2個ぐらい、たくさんの経験、たくさん、とか、積分っぽい記号なんですけど、今までのあったやつとはいろいろ違ってて、D なんとかっていう、ここにベクトルが出てきて、
で、ここに出てきたのもベクトルで、その間に内積均衡というのが、ベクトルマンの絡みで今日のクイズの問題でこれを計算するX と Y のどんな関数が来てもいいんだよね。今僕はたまたま問題の感じ
するためにこれが y でこれが x にしたけど、僕はその sinx×y の32乗とかそういうの来てもいいわけです。x と y の関数が来るから、まあ、ちょっとこうやって x と y が入ってるかもよっていう感じで書いてみました。で、この時にこれを計算しなさいっていう問題が出たんですね。で、こういう問題が出た時にはこのベクトル馬にまつわる線積分を計算するのはこの形でやる以外はほとんどないですっていうのに次は計算用ちょっとよかった、こういう形で問題が出たりああいう形で問題が出たりするかもしれないですが、その見た目の分かりやすさというか直感的な意味を示すためにそう書いてあるんだけど、それをみんなで実際に数で最後計算して37とかって答えるためにはこれを経由して実際にやるんじゃない、それをこういう形してくれたら納得してくれると思うんだけど、こういうのっていうのは今初めて出てきた式でしょ。あれもさ、まあ、あんまり見たことない式なわけで、ね、DS なんていうのはね。だけどこの式っていうのはよく見るとここのスカラーの部分は複雑だけど、要するにある関数を T で積み上げるという式に過ぎないじゃん。 T っていう1個の関数を、そういうのみんなもできるわけ。ここが複雑な T の関数なんだけど、要するに T っていう1個のパラメーターで積分するだけだから、この式に必ずできてやってくれた。というわけで今もじゃあ式に行きましょう。それはどうやっていったらいいかっていうと、ということはあの式から覚えてるっていうことですね。なんかここから納得すると自然にあこれはこう書き直されるよなって分かるようになると思うんですが、今日のところはこれを記憶してやるしかなくて、この意味は今の場合はマイナス2から0までのあまずちょっと一旦あの式をコピーしますね。かける R プライム T DT なので、あとはこの非積分関数のところに内積が入っててそこをしっかり計算するってことと、あとは T の普通の積分をやるっていうだけ。この前半部分はじゃ あの成分表示で書くことにすると、 V っていうのはあそこで書いてあるように V1、V2 なんですよ。だから V1x ちょっと書くの大変だと思うんだけど、 V2XY のと R の微分の内積、 R の微分がこういうので R 微分っていうのは一番上にある式、届かないですけどあの辺にある式ですね。あの辺にある式の微分だから X プライム T Y プライム T なんですよ。こうなる。みんな暴動を起こすと思うんですけれども、本当はこの x この y はこれと同じやつなので、ここにはちっちゃく t と書かなきゃいけないんですよ。本当は全部ですけど、なんかもうやってられないのでっていうか、なんでそうかというと、積分していくときに t が変わるにつれていろんな量を足していくわけです。で、ここでの単位ベクトル、ここでの節ベクトルとかけるのは、ここでの黄色い矢印とかけたい。だから、その t の時の、この場所を求めて、そこでのベクトルを使う必要があるから、実際はここは、こういうことなんです。で、さっきも言ったんですけど、これは遠わにここ書かないといけないってことじゃなくて、今、やり方を示すのに1個返してるんで、みんなこの意味を飛ばしても、ここに遠わを書くときはやっていいんですけども、そうするとここはどうなるかっていうと、 V1 は Y、 V1 は Y なんですが、もう一度言うか、ここは YT XT
ってる。ここは同じね。こうなんですよ。で、YT は何かっていうと、あそこを見てやると、T 二乗なんだ。T なんだ。これは T 二乗。それを微分したやつが来るから、この段階でもう P 積分関数は D だけの関数になっているはずなので、ここの XY には D の関数を見ている。で、そうするとこれは0からマイナス2から0までの 2T2 乗足す T2 乗だから 3T2 乗。
じゃあクイズやって